その1、ガレーゼロ。一つ目に紹介する作品はガレーです。この作品は Unext 上では一切の年齢制限がない中で JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの第4話において女性のあれが描かれているというものです。その2、遊びに行くよ。2つ目に紹介する作品は遊びに行くよです。この作品も Unext 上では一切の年齢制限がない中で JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの第3話、第6話、そして第12話において女性のあれが描かれているというものです。その3、インフィニットストラトス。3つ目に紹介する作品は IS の第1期です。この作品も Unext 上では一切の年齢制限がない中で JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの第2話、第6話、第8話、そして第9話において女性のあれが描かれているというものです。その4、マジで私に恋しなさい。4つ目に紹介する作品はマジ恋です。この作品も Unext 上では一切の年齢制限がない中で JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの第2話から第4話、第7話、第9話、そして第11話において女性のあれが描かれているというものです。その後、奥様が生徒会長。5つ目に紹介する作品は奥様が生徒会長シリーズです。この作品は Unext 上では年齢制限のない通常版と年齢制限のある完全版が配信されており、そのうちの完全版にて JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には第1期では全12話あるうちの第1話から第3話、第6話、第11話、そして第12話において、また第2期では全12話あるうちの全話においてそれぞれ女性のあれが描かれているというものです。その6、巨柱列島劇場版。5つ目に紹介する作品は巨柱列島です。この作品は Unext 上では一切の年齢制限がない中で JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。その7、ドメスティックな彼女。7つ目に紹介する作品はドメカノです。この作品は Unext 上では年齢制限のない通常版と年齢制限のある袋とじバージョンが配信されており、そのうちの袋とじバージョンにて JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの第1話、第2話、第5話、そして第11話において女性のあれが描かれているというものです。その8、週末のハーレム。8つ目に紹介する作品は週末のハーレムです。この作品は Unext 上では年齢制限のない通常版と年齢制限のある無修正バージョンが配信されており、そのうちの無修正バージョンにて JK キャラのあれを無修正で見れるようになっています。具体的には全12話あるうちの全話において女性のあれが描かれているというものです。以上で紹介は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。